さっきより広がってない？大丈夫？古い写真の匂いがするね。わかる？これダーリン？うん。これの方が似てない？うん。うん。あ、なぜか？いつもニタニタしてたってよ。ん？中学校の時もずっとニタニタしてたよ。あ、うん、高校の時。あ、でもほら、風の子にいいよ、やっぱり。ベビーファイナリー！ダーリンマーキー！当たった。チーズインスナックをまず食べてみます。当たったんじゃないよ、ただでもらったっけ。大気な、いっせーので。もう金頼む。お腹なんか入ってるよ。本当だ、チーズが入ってる。ごめんね。うん、思ったより濃厚だった。うん、チーズのやっぱ液体みたいなだけ。だいぶなまた。うん、初めて食べた。うん、初めてな感じじゃない？なんか、うん、形的にさ、この前のハーシーのあれに似てない？うん、コーンフレークね、シリアル。うん、考えもそうだね、中に何か入ってるのがね。うんうん、ほんとだ。牛乳に入れたら絶対美味しくないかもしれない。ちょうだいって。うん。私たち。うん。さらない。あなたのせいで警察犬まで来たのよ。みんなよく思ってない。共同室に戻ったら知ってますけど、相当苦労するでしょう。これはでも前も食べたからね。3回目。あんまこんなと立てないで。うん。キョンシーが来る。見てみたくない？うん。キョンシーの真似。オフだろ。今の時代の子、キョンシーわかるかな？わからないと思う。テンテンなんて知らない。可愛かったよね。うん、美味しいね。うん。うまいやつ、うまいやつ。食べたことある？ないです。メープル、ハチミツ、クマ。初体験。この味は初。うん、映画館の匂いしない？うん、あれと何が違うと思う？グラノラの味と、うん、シュガー、なんて言った？水色の。メープルかメープルじゃないかじゃない？ね、匂いはするけどさ、うん、味はもう変わらんかもしれない。映画館の味はするけどさ、あ、間違えた、匂い。うん、うん、サクサク、贅沢な食べ物。うん、今度はゴディはご紹介しているマスターピース、ミルクチョコレートヘーゼルナッツオイスターです。中なんか入ってるんだと。どう？うまいけど、さっきのカナディアンメープル食べた後だったらさ、うん、味が薄く感じる。お土産。じゃ半分こしてよ。うん、先に食べて。うん。よし。うん。食べた？なんか、ごまじゃない？うん？これ、あんじゃない？ピーナッツとかのあのスライスじゃないの？たぶん中の生地。は美味しいけど、ごまの味しない？気のせい？アーモンドスライス。ごまないよ。ほんと食べる？ごまがなかったら美味しいって。ごまないっちゃ？ないね。食べる？肌触、歯ごたえがいい。うん。クッキー何に似てるでしょうか？スパイですよ。これ入っていいの？似てると思うって。どっち食べる？味違うと思う？ステラおばさんのクッキー。書いてあるかも。うん。寒すぎて二人毛布にくるまるという。
この中にもいっぱいいるよ。反対に出てきた。いい匂いでこれ食べてごらん。匂いしてごらん。匂いしてごらん。匂いしてごらん。あ、いちごだ。いいでしょ。いちごだね、完全に。デパ地下。なんかキャラメルかな。なんかアポロみたいな匂いがしたよ。ほのかに味するぐらい。味してもタバコやめたからお菓子が止まらない。太らないようにって気をつけてるけど。気をつけてるように言えないってよ。うん、でもそろそろやばいかもね。さっきが美味しそうだとさっき取ればいいかな。だからね、筋肉注射なんて血管に味が出てるじゃーん、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 食べよう。ドーナツも食べよう。やったー。好みは全く何も知らないんで。まあいいよ、ね、私何でも、そう、私結構何でもや、何でもやる、何でも食べる。何でしょうこれ、うん、こっちから見たら普通でしょ。じゃらーん、うん、スライム、玉ねぎ、私カキかなと思ったけど、サルスベリってよ、あのツルツルの木のやつ。わからん、あれミーナル。わからん、何の木の話かもうまずわからないって。なんかさ、木の肌がさ、ツルツルのやつ。うん、沖縄にある？あると。小学校の時なんかあったよ、学校に。なんかもらったって、初めて見たから、うん、一緒に切ってみます、うん、これはちなみに普通の単管。うん、なんともグーグルってサルスベリ。分からんよ、お母さんの情報が正しいか。まず食べ物なの。まずなんかこんな花が咲くみたいよ。全然切れないけど。ミソハギ科の落葉中高い。アボガドみたいなやつはどうする？回していく。柿みたいじゃない？あ、果実。これ皮と差があんまりないけど、皮じゃないのかな。スポンジみたい。まず食べ物なのかがまずわからないって。お母さんは食べ物ってもらってるの？うん、食べ物じゃない。なんかパキって言ったよ。食べ物じゃないと思う。なんでこのとんがったやつ。これ知ってる人。こっちから見たら玉ねぎじゃない？ね、玉ねぎっぽいけど、色がみかんみたいな色して、切ったら柿みたいな感じで、長沢くんみたいな頭してる。じゃあサルスベリって来たよ。またこれ食べたのチャレンジャーだと思うけど、うん、食べるだろ。絶対食べれないって。食べ物になる前を食べてしまった、うん、面白いの見っけた、うん、楽しみにしてたのに、うん、普通にみかん食べようぜ。じゃ答えを発見、カニステル。なんでそんな可愛い言い方なの。NHK みたいな。柿っぽい実って調べたら、画像で見たらさ、これが比較的近いかなと思ったわけ。なんか茎みたいなのなんかあってからさ、サポテって最初出てきたわけ、みたいな絵がね、うん、でサポテなんか種類があるって言ってから、画像で見たサポテは色が違うかって。したらさ、あの種類で調べたらさ、黄色っぽいオレンジっぽい色の前がこれだったかな。とさ、どうやったかな、自分が見たような絵はないんだけど、ないな。なんかこの茎もさ、なんかぶっとい、ぶっとい茎があったわけ。こんなこのぶっとい、うん、そうそうそう、ちょっと絵は違うけど、これ見てからこの、うん、これじゃないかなと思ってから、うん、そしたら当たったって。種は茎みたい、すごいね、うん、全然スイートポテトの味どころか、うん、スポンジの味しかしない。多分まだ何、あ、ほら、完熟って、うん、お母さんがソルスベリーって言ったの。私のお母さんのあやふやな記憶。カニしてるって名前みたいよ。あ、だったって、うん、なんか違うと思ったけどって。得意な何買ったのダーリン。クッキー、三施設でさ、作ってるクッキー。何施設？受産施設。チョコチップクッキーとココアバタークッキー100年ずつ。13? 13施設って言わんかった、こんなの。
特定非営利活動法人。赤ちゃん。半分こアジ。ソフトではなかった。ソフトのかなと思った。うん、ちゃんとあのチャンククッキーみたいな感じかなと思ったりしたじゃん。そうそうそう。どっちがいい？まだこっちしか食べてないから。まあ、ってやった。いいやつか。ピーって言って、待って、今で半分に。え、おいしいで。どっちが美味しかったの？ん？どっちが美味しい？食べたかったらって。どっちが美味しい？え、せーので。よいしょ。うん。うん、これもこれも美味しい。うん。こんなの、お家で作れたらいいな。お家で作れたらいいな。オーブンかよ。今年も食べる？うん。あとこれもいいかな。仕事や勉強などの一時的な精神的なストレスって書いてあるけど、ギャバとギャバ。ギャバいろんなの出してる。うん。ミックスベリー、味がいいと思ったけど、いいかってかかってて。じゃーん。うん。タバコやめるためにいろんなの手出してる。ねえ、グミが意味わからんかったっけ？んあれでも3個で100円じゃん、100円。ん？おいしい。バットマン。豆腐。バタバタ。バタ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 。すごい、動いてる。かっこいい。おいしい。マスクをミレバンで見つけた。仕事は。一回りにお昼ご飯の時にも100均行ったりして探してないかったけど、ビレバンに行ったら色付きだったけど売ってた。意外とね。しかも俺らもそんなに悪くないって。5枚入りが3セットで600円。うん、コンビニと大して値段変わらんかったから。ちょっと大きそうだよね。ちょっとこれと比べたら全然大きいけど、これちっちゃい。うん、でもみんなあんまり考えねえんじゃない、ビレバンにあるってね。ねえ、東京って書いてあるマスクと、お経みたいに漢字がいっぱい書いてあるマスクだった。なんかあれね、ハロウィン用みたいな。わかんない。とりあえず、うん、とりあえず何でもいいよ、手術まで。ね。あ、そうそう。うん。25日まで持てばいい。この赤は仕事。ワイシャツに着たら。赤は最初じゃない使うけど、グレーから仕事で使っていって、なくなったら青に行って、最後赤かな。青はまだ、今のズボンがあるさ、うん、まだ大丈夫。こういうところで交互に使った方がいいかもしれない。うん、これはドクドクしいから最後に使う、うん、病院で使わせた、うん、これで一応大丈夫かな。うんうん。